上山田線は、福岡県飯塚市の飯塚駅から、田川郡川崎町の武前川崎駅までを結んでいた、九州旅客鉄道の鉄道路線である。国鉄再建法の施行により、第二次特定地方交通線に指定され、国鉄分割民営化後の1988年9月1日に廃止された。上山田線は、歴史的に、明治時代に、 蓄宝丹田から産出される石炭の輸送のため、畜放鉄道、九州鉄道が建設し、鉄道国有法により、国有化された飯塚、上山玉と、ゆすばる先行層により太平洋戦争後に建設された上山田武前川崎間に分かれる。前者の区間は、 筑豊鉄道が若松港への石炭積み出しのために付設した鉄道の延長として1895年に飯塚雨水館を開業したのが始まりであり、1897年に九州鉄道に合併された後、1901年に上山田まで延伸された。1907年の国有化後は筑豊本線の一部となったが、1929年に 長尾線が原田まで延伸されて全通したのに伴い、そちらが筑豊本線となり、飯塚、上山玉は上、山田線として分離された。校舎の区間については、筑豊地区の石炭を神田港に輸送するために計画された、ゆすばる線の一部であり、1966年に同計画の一部として建設された漆聖線、漆聖、 下山玉と同時に開業した。ユスバル線はもともと貨物輸送が目的の鉄道路線であったが、筑豊丹田の調落とともに計画の東半分が未開業に終わり、結局貨物輸送に使われることはなかった。貨物輸送の廃止後は沿線の急激な衰退もあって営業成績は振るわず、営業ケースワーストランキングの常連となっていた。 1980年の国鉄再建法施行により1984年6月に第2次特定地方交通線に指定され沿線に7カ所存在した自治体の中で薄い町のみが第3セクター化による存続を訴えていた。だが最終的には鉄道存続を断念し、 JR 九州へ移管されて1年5ヶ月後の1988年9月1日に全線廃止となった。1966年3月の全通時点では、飯塚駅、上山田駅間は17往復が設定され、地下方本線に直通する列車も複数存在した。一方、新規開業の上山田駅一等とは、運行系統が分断されていた。 この時開業した、上山田駅伊東は6往復が設定され、そのうち5往復が同時に開業したうるし生線直通であった。上山田駅伊勢の本数は1968年10月大夜改正時点で14往復、1972年3月大夜改正時点で10往復と次第に減少したものの、 廃止直前の1988年3月時点においても、折り11本、上り13本が設定されていた。上山田駅伊藤は1968年10月ダイヤ改正で、早くも日中の1本が削減され、1972年3月ダイヤ改正時点では、さらに午後の1往復が1968年10月時点より、削減されて4往復となる。 以後、廃止まで4往復の体制は変わらなかったが、上山田駅伊勢との直通列車も後には設定され、漆生線廃止後の時点では2往復が、上山田駅伊勢との直通となって、その状態で全廃を迎えた。全駅福岡県に所在。接続路線の事業者名、所在地は上山田線廃止時点のもの。当線廃止前の廃止路線は、その廃止時。 通標種別、飯塚水大熊加古神山田部前、川崎飯塚駅よりしばらくは、筑豊本線沿いに上山田線の線路敷跡が草むらして残っている。筑豊本線の分岐点付近から、神山田駅を経て山田側の手前までの配線跡は、ほぼ道路となっている。平久市駅跡は、道路沿いに、ホーム跡が残る。薄井駅跡は、ホーム跡が残っていたが、 現在は一部を残して埋められている。大熊駅跡は、鉄道公園として、腕木式信号などが保存され、王子を忍ばせている。加保信号場跡は近年まで、深い矢部の中にその建物や、廃線跡が残っていたが、並走する福岡県道443号、下山田雨水線の拡張工事に伴い建物は、取り壊された。 建物跡付近から一部路盤が残るが前述の県道と交差する付近からは埋め立てられ、再び県道の一部となる。信号場と下山台駅との間にあった新原トンネルは撤去、改作されているが、トンネル跡を示す案内板があり、道路向かいのバス停留所に現役時代の貴重な写真が掲示されている。下山台駅付近は近隣団地の緑地となり、 駅跡を示すものはない。上山台駅跡には1999年3月まで西鉄バスの山田支社が置かれていたが、現在は山田障害学習館、図書館となっており、庭の中に踏切車段警報器と上山台駅跡を示す説明板が設置されている。上山台駅一等は廃線跡がよく残っている。熊ヶ畑駅付近では、 橋梁やレールが残され、1996年から山田市主催で線路の保守作業に使われていた、軌動自転車で上山田線跡を走る、トロッコフェスタが毎年秋に開催されている。熊ヶ畑駅そのものは、駅舎も解体され、駅跡を示すものはない。熊ヶ畑駅から、鎌市と川崎町の境にある熊ヶ畑トンネルまでは、 道路を横断する部分を除いてレールが残っていたが2004年にこのトンネル内のレールが約 1.7km にわたって盗まれていることが判明し同年11月19日に被害届が出された翌2005年2月に二人組の容疑者が捕まっているこの事件をはじめトンネルの壁の落書きやトンネル内へのゴミの不法投棄もあったため 現在このトンネル内の線路は撤去され、両方の入り口が柵で封鎖されている。熊が畑トンネルから、正木駅までは2007年夏に、接収ロードと呼ばれる道路建設工事が完了し、遊歩道及び自転車道として使用されている。正木駅跡地は、天木ふれあい広場、鉄道記念公園として整備されている。まさ駅東川崎駅部前川崎駅までは、 道路になっている。東川崎駅跡には、国鉄上山田線東川崎駅跡の石碑が、立っている。上山田線熊ヶ旗トンネル、上山田駅跡、接収ロードとなった上山田線、廃線跡廃止当初は、西鉄バスが、の4路線を運行し、起点であった飯塚駅には転換口付近によって、飯塚駅バス停が新設されたが、 上山田線廃止のちょうど6年後にあたる1994年8月31日限りで83番系統の廃止及び80番系統、81番系統の飯塚駅バス停のリレーれ廃止、80番系統、82番系統の大幅減便を経て2004年3月31日限りで 上山田線のルートをできるだけ忠実に走行していた81番系統の廃止を最後にすべての系統が消滅した。飯塚、平久市館、飯塚薄井第二保育所館、飯塚西牛熊館、飯塚下山田上山田館では西鉄バス地区法が路線バスを運行している。上山田駅武前川崎間も西鉄が運行していたが廃止され、 大体として、山田生涯学習館引く熊が畑館では、釜石バスが、まさき東川崎部前川崎館では、川崎町ふれあいバスが運行されている。熊が畑、まさき間には現在バス交通はない。ありがとうございます。